こっちがね、スミスの方は0から1000、2000回転あるんですけれども、ベリアの方が、0からではなくて、2000回転からの、表記なんですよね。なので、回転数を上げて、こちらを、2000回転からに設定して、で、繋ぎ直して、こっちで2000来てたら、まあ、同じギア比で、そのまま使えるという判断をするためにちょっと実験してみました。で、まあ2000回転合わせて2000だったんで、ちょっとガタ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 となる状態で、ちょっといまいちはっきりわからなかったんで、もう1000上げて、3000回転に合わせて、接続したところ、3000のところに、来てましたので、これでこいつを使おうかなと思います。このスミス、もう大事にね、ちょっと取っておこうかなと思うんですけれども。今はね、もうちょっと軽量機みたいな可愛らしい、頼りのない、不安定なタコメタを、チョイスして、ちょっと乗ろうかなと思います。で、ちょっとね、急いでやったんですけれども、このね、問題が、またちょっとありまして、サイズが、まずこのサイズが合わないんですよね。全然合わなくて、これ。こんな感じで。で、中のワイヤーも合わないんですよね。ちょっとわかりにくいですけども。もうちょっと、ここを細くしないと入んなくて、まあ、ここはサンダーで削って細くすればいいんですけれども、問題はこいつで、全然大きさが合わないんですよね。なので、こっちのね、有線の方で加工しようかなと思います。そんな甘くはなかったです。こちらがベリアの方なんですけれども、こちらがスミスで、タコメーターの方に、取り付けようとしたところ、まあ、まずこの K がね、ちょっとね、スミスの方が分厚いので削ったんですけれども、そもそも、ここの入り口が、と、あとここですね、長さが違うんで、そもそもこれベリアにつかないんですよね。ということで、ちょっとワンチャン、ここをまず、こっちへ、ベリア用に変換しまして、で、一旦ぶった切って、ここも切って、こっちをこっちに溶接で、ちょっと取り付けようかなと、考えてます。やってみましょうか。私的にはここをもう熱で炙って溶かして寝てしまおうかなと。はい、ヒートガン。これで、ね、600度ぐらいまで上げて、ちょっと溶かしていこうかなって思うんです。けど、ね、もう圧着されてるんで、もうここ溶かすしかないんですよね。もうその方向でちょっとやろうかなって思います。もうどちらも犠牲にしないといけないっていう、ね。まあ新たに作ってもらえるかもしれないんですけれども。この時代のものってどうなんでしょうかね。ちょっとね、結構、そう甘くはいかなかったです。
お、なんかもう抜けるそうですよ。ほらできた。意外にここは簡単にできましたね。こんな感じで取れました。じゃあこっちも、あとはね、ここまあそれは入んないわな。ここを広げて、まあ広げる方法が、まあ、思いつかないんですけど、入りそうなんでもうちょっと広げようかなと思います。うん、なんかいけそうな気がしてきましたね。自力で広げるしかないです。こんな感じでもう手で広がってるかもわかんないですけど、この方法しかないんだよな。なんかここを広げるっていうなんかないかな。お、どうすかどうすか。お、じゃない。こんなもんかな。とりあえずスミス側とベリア側が、サイズが違うので、こんな感じで、もうね溶接でつなげてます。超単純に。でこの辺のかしめとかちょっとやり方がわからないんで、もうね溶接でやっちゃいました。でもしかするとそのうち折れるかもしれないんですけども、まあその場合はもう特注で作るか、またこんな感じでなんか探してね、ワイヤー探して作ろうかなと思います。でとりあえずなんかこれでできるかな、わかんないんですけど、とりあえずちょっと綺麗にして、フッ素のスプレー拭いて、このねアウターワイヤーの中に入れようかなと思います。で、私がいつも使ってるのはこれですね。フルオドライっていうやつですね。結構ドライ系の潤滑剤がいいってちょっと聞いたんで、私はこいつを使ってます。クラッチワイヤーとかにね、これを振ってます。直接こんな感じでやりましょうか。まあ、ワイヤー中に入れて普通やるんですけど、せっかく外してるんでこんな感じで、よし、じゃあ入れますか。ちょっとこれつなげてから入れるのは初めてなので、もしかしたらサイズ感がちょっと違うかもしれないです。ちょっと長かったりとかするかも。この溶接されたところもう全然大丈夫そうですね。意外にいけるかも。よし、じゃあ早速つけてみるか。はい、早速つけてみましょう。スミス側ですね。まあこっちがスミス用の、タコメーター取り出し口です。でこっちにブレードっていうやつがあるんで、こいつで変換すると。この時に、このね長さがうまくいくかどうかですね。ちょっとね溶接一回切っちゃってるんで、若干多分長いかもしれないですね。さあうまくいくかな。
はい、はい、行きましたよ。でこっち側がもうこのネジもね、先入れてるんで、ベリア用です。で、この、これなんていうかな、ソケットみたいなやつ、末端のやつは、それもベリア用です。そしてこれもベリア用になってます。うまくいきそうな気がしますよ。ちょっとフォーミングは、一旦こういう風にしようか。あ、うまくいくかな。入りましたね。あ、ちょっとやっぱ長いか。ちょっとあの入りきらない感じですね。7ミリぐらい。これですね。ちょっと7ミリぐらい、ちょっとね、長いみたいですね。やっぱりちょっと切らないといけないですね。よし、切りますか。はい、こちら削りましたので、削って短くしましたので、つけましょうか。さあ、次はいけるでしょう。さあ、うまくいくかな。いいんじゃないですか。はい、こんな感じで、ケーブルを取り付けました。ここね、こうしようか。こうした方がかっこいいよね、ライン的に。ちょっとね、最近ハマってるレザークラフトで、ちょっとね、こんな感じで縛る感じなんですけれども、おしゃれかなと思いまして。どうですか、おしゃれになりましたね。あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃないですか。からどこ行っても別にいい感じで、こんな感じですね。はい、タコメーターの方を、無事、なんとかね、いい感じに取り付けできましたので、まあ、早速ね、エンジンかけて、タコメーターの動作点検とかね、ちゃんと動くのかをちょっと検証してみたいなと思います。さあ、ちょっとかけてみますか。今ね、多分1000回転達してるか達してないかぐらいだと思うん でまだね、これは2000回転から針が動き出すはずなので、ちょっとね、スロットルの方を回して回転を上げていきたいなと思います。動くかな。おー、動いた。すごい感動、初めて見ました。
すごい。動いてくれました。やったー、よかった。これで、まあ、大成功ですね。よかったー、はい、こんな感じでーす。こんな感じで、はい、こんな感じで、通常はこちらの方にね、タコメーター取り出し口が、ついて、このねタコメーターを動かすんですけれども、今回はね、レーサーカスタムということで、こちらを使わずにクランクの方からですね取り出して、このタコメーターを動かすことに成功しました。